こんにちは。ダンベルでできる肩のトレーニング基本種目の解説を行っていきます。最初はショルダープレス。まずしっかりとお腹をへこませるようにして骨盤を固定しましょう。腰が前に出ないように注意してください。ダンベルのセッティングは耳の高さくらいで、常に前腕が垂直に向くように意識してください。鏡がある人はそれで練習しましょう。ここから見た位置、腰が前に出ちゃうと腰の負担かかってしまいますので、しっかりとお尻の位置を動かさないように意識してみてください。胸張っちゃうと胸に刺激が逃げてしまいます。注意です。はい、ポイント4項目あります。しっかり覚えてください。はい、次はサイドレイズ。こちらも定番のトレーニングですね。まずしっかり肩を落とした状態で構えてください。そして肘を軽く曲げて、肘から持ち上げるようにするのと、まあ、上げるというよりは外側に開くように意識をして、手をなるべく遠くに持っていくようにします。で、横から見た時に分かりますかね、上腕部分、肘から上のところが垂直に上下するように。でこの種目もあまり胸張らないです。まあ、基本的に肩の種目は若干下を見て猫背気味に行うといいです。肩甲骨を動かしてしまうと背中に見えます。次はフロントレイズ。肩の前側を鍛えます。はい、この種目は結構体を使ってしまいやすいです。反動をつけないように行っていきたいです。今回は縦向きにグリップをして肩と手首の負担を減らします。疲れたら片手ずつ行うようにすると、さらに動作を続けられるので、軽い運動でもしっかり泳ぎます。はい、向きを変えて横向き。この種目も腰の位置が動かないようにするのと、肩の位置もあまり前後に動かないようにしてください。若干肩を前に出すようにしてもらうといいです。基本的に肩の種目は肩甲骨、肩関節をあまり動かさないように行っていきます。これはどの種目も共通です。肘を伸ばしきってしまった状態は肘に負担がかかるのでお勧めしません。この種目のポイントです。今言ったことですね、押さえてください。はい、次肩の横、もう一種アップライトロール。これはサイドレイズと違って真上に持ち上げる種目です。でもサイドレイズと同じように若干外側に開くように意識してあげると効きやすいと思います。あまり下ろしをダランとしすぎないようにしましょう。基本的にこの種目は肘からリードして、あまり腕は使わないように意識してください。これは軽く肩甲骨動いてしまっても問題ないかと思います。基本的にはアップライトローはサイドレイズよりも少し高重量を扱うための種目だと思ってもらって、ここもポイントを解説してます。しっかり覚えましょう。次は肩の後ろ側、リアデルト。
この種目結構肩甲骨を使って背中で上げてしまいやすいです。注意しましょう。あまり高く上げすぎないのがポイントです。肘の位置が肩の真横に来たら OK。 体が折らないようにしっかりとお腹の方を覗き込むように調整してください。脇締めちゃってるとね、余計な部分に力が逃げますんで、しっかり脇を開いた状態を維持して行いましょう。あまり勢いをつけてしまうと、体の勢いで反動がついてしまうので注意してください。